どうも、飯田です。フェアヘブンを田舎者が暴れてきた第15弾となります。前回に引き続き今回もモストテとかとかいう調子に乗った投資ローとども潰していこうと思います。で、前回は SL65MG ブラックシーズを倒しまして、今回のターゲットはレクサス LFA です。トヨタの注げる技術を全て注いだワッセースーパーカー、まあ、であればやっぱね、1970年代を代表するキングオブスーパーカーで叩き潰すのがちょうどいいんじゃないかなということで、でとりあえず、場所を設定しておきましょうか。で、あと、まあ、ちょっとセッティングしたいなと思います。タンクの尻尾下タイヤは、まあ、途中でスパーク含む可能性もあるのでつけておきましょう。で、ナイトルはバーンで、シャーシーは強化にします。まあ、軽量でもいいんですけどね。まあ、モストンテとかは、まあ、前回のこともありますけど、まあ、基本的に大して強くないんでね。まあ、どっちかというと個人的にはドンパチしまって、ね、NOS を貯めた方が早く済むんじゃないかなということで、まあ、強化プロにします。で、ボディはエアロプロでもいいんですが、インパクトエプロテクションというのを使います。これで車の強度がアップします。ということは相手を突き飛ばしやすくなります。だからレースを有利に働くんですね。まあ、エアロプロでもストックよりは頑丈なんですが、やっぱそれより頑丈な、ね、インパクトプロテクションがいいんじゃないですかなと、ということで、でパワートレーンは、まあ、いつも通りショートギアですね。では行きましょうか。あれ、どの視点だったっけ。ちょっとこの視点はやりにくいな。すいません、ちょっとカメラハックの使い方が雑すぎて。では皆様方のご意見に答えていこうと思います。なんか前回ナンバープレートについてツッコミをいただきまして、まあ、パリットっていうね、グラボのね、ベンダーがいるんですね。ベンダーっていうかな、NVIDIA のグラボ中心っていうか、もう多分そのメインだったと思うんですけど、こう取り扱うところがありまして、まあ、あそこのねグラボに書かれてるキャラクターがね、カエルさんが多いんですね。これ明らかに逆走だよね、この案内。騙されんぞ。そうだね、右側通行一瞬。まあ、ということで、まあ、カエルさんつながりで、まあ、やってみました。まあ、最も自分が使っているグラフィックカードはラデオンなんであまり関係ないんですけどね。まあ、過去に、まあ、GForce は使ったことありますけど、まあ、それでもカエルさんのお世話になったことないんで、まあ、そこまで関係はないです、はい。まあ、カエルさんは聞いたところによると、過去にとんでもないことをやらかしたとかやらかさなかったとか、まあ、自分は性能が良ければ何でも買う人間なんで、まあ、パリットさんが、まあ、また性能がいいよって言ったんですけど、ワイラーですね。そりゃモストンテとかって、まあ、こうやってジャックスポットに置かれてるわけですけどね。しかし何ちゅうとこに置かれてんだ。うん、そっか、何お前さんあのとこ泊まってるんですか。まさか私を狙ってるんでしょうかね。確かにストリートレーサー狩りに必死ですからね。市民の悪行には全く目を向けないのに。さて、このゲームって997GT3R は出ますかと。出ませんね。というか997型自体は出てこないですね。まだ991型が出て、彼ら系統しか出てないんですから、まあ、ハイパーボ911のハイパフォーマンス版として、911の GT3RS とかそんなん出してほしいんですが、もしかしてこれって右折用かな。ちょっとまあここは市民らしくいきましょう。まあ、開き直らないと生き残れない世界なんでしょうね。まあ、こいつら最もスポーツルールの子すら分かってない気がするんですが、まあ、そういうツッコミはしちゃダメなんでしょうかね。まあ、まあ、自分も997GT3R も欲しいですが、あとやっぱね、最近出た991型 の GT3 カップカーが欲しいですね。なんで行動のレースゲームにレース感を求めるんだよって言われるかもしれませんが、でも Need for Speed って今までそういう車結構出してましたからね。もうザ・ランなんてやりたい放題でしたね。
918のレスカーも出てくるわ、まあ、なんかゾンダール出てくるわ、もう何がなんだか、まあそのフリーダムさがまた好きなんですが、まあ、だからこそ家には張り切ってもらってポルシェのレスカーをたくさん出してほしいですね。まあせっかくポルシェのライセンス独占してるわけですから、もう好き放題やってくださいよ、まあ、ポルシェアニューシード2作る勢いでね、まあ、そう言うと多分ニードフォースピード以外のゲームをやってる方に怒られそうな感じもしますが、まあ、確かにね個人的にも、まあ、家のゲーム以外にもポルシェは出てほしいですね。まあ家の方針は嫌いじゃないんですけど、まあ、でもおかげでなんか逆にフェラーリが 出せないとかそういうなっちゃってんでね、まあもうそろそろいいんじゃない、うん、あれなんかあの トラックおかしくね、なんか斜めなんですが気のせいでしょうかね、ちょっとペース上げて追いかけてみましょうか。そんなことないです、気のせいですね。そしてそういや、あ、これって、あ、でもあそこ行くと逆走なんだよね。まっすぐでよかった。パス。で、ニードフォースピードモンストーテッドは今ビーターでやっていますけど、ビーターも画質がはいいね、楽しいっす。ビーター版はやったことないですけど、でも結構なかなかいいクオリティみたいですね。知人がやってるので、まあ、ちょっとそのスクリーンショットをぼちぼちと見るんですが、まあ、確かにあの家庭用ゲーム機版および PC 版に比べると若干劣る面もあるものの、まあ、PS3 に準する性能ということもあるんで、うわこんなのができるんだねって、手のひらサイズであんな性能が実現できるなんて本当恐ろしい時代だと思うんですね。ビータもなんですが、あとまあ iOS と Android もね、手のひらサイズでプレイステーション2並みの性能ですよ。もうね、自分が中学の頃じゃ考えられないですよ。もう自分が中学の頃はあのペンテン43.2ギガス、うわこれ何このモンスタースペックみたいなことを言ってたような時代でしたから、あの頃比べるともう覚醒の感が否めないですね。それだけおっさんになったかもしれませんけどね、まあ、やっぱそうやって過去と比べちゃうあたりはまだ23か24ですが、そういえば過去の動画であの47歳の方もいらっしゃったみたいですが、いや本当ありがとうございます、つうか私みたいななんかクソみたいな若造の動画見ていただき、あと兄弟見ていらっしゃる方も、まあ、楽しんでいただきありがとうございます。さてやっぱ、まあ、トヨタの全力を注いだ車ということもあって、まあ、ムービーも張り切ってますね。 LFA 大好きですよ、だからこそ、ね、容赦をしたくないと。まあ、モストンテッドカーは、ね、シャットダウンしてるので使えないわけですからね。だから好きな車だからといって甘く見ちゃダメですよ、きつくいきましょう。よっしゃ、おお、やばい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 、させていただきます。まあ、今回はキャレスミスが多かったですからね。まあ、とりあえず落ち着いてやりましょう。久々になんかグダグダになったのか、まあ、むしろ相手の実力が甘く見すぎましたね。だからこそ積極的にねテイクダウンすべきなんですよ。だって走る NOS は保管庫ですよ、潰せば潰すほどエネオスが溜まる、こんな都合のいい、うん、って虫のいい話じゃないですわ。だけでどんどん潰していきましょう、テイクダウン。さあこのままいきましょう、相手はレーザーだ、こちらもスピードを上げないと。いやマリさんスピードは下げて、あそのままショーにお帰りください、ドーナツでも食ってくれ、食って、うん、ゆっくりコーヒーダムでどうぞ。あなたたちがやる仕事いくらでもあるでしょうかに、ね、なんかさっきのコルベット止まってなかった、そしてなんか急にビュンっていけなかった、気のせいだよ、つかん、なんか LFA が吸い寄せられ壁吸い寄せられたような気がするんですか。そしてお前さんガードレールと何キスしてるんですか、テイクダウンって、おいさっきあの自滅したんじゃないですかね、考えてんだか、バリケード、それあんな超運だね、このバリケードじゃ避けられて当然ですよ、だからおとなしくショーでおい、また死滅しなかった、さっきは足が死滅しまった、今度は LFA さんの場合ですか、
LFA はスペック的には問題ないと思うんで、多分ほぼ互角の戦いとは思うんですけどね、実力、互いに実力を出せばね。やっぱ中身はね、口だけ、だから車だけは達者な投資ロットなんですけど、と言いながら私が一番投資ロットですけどね、投資ロットの声が下手れれば、まあ、誰であろうと何でもいい、とにかく LFA をね捕まえなきゃ話にならないですからね。いかなる手段を使ってディグ、それがディグダグブラックであってもね、何もしたこっちゃね、いや勝てばいいのさ、結果さえ残しゃいいんだよ、結果さえ、全ては勝利のため When it's all victory is everything、勇は勝てばいいのさ。よし、まあなんだかんだで1位をキープ。まあ最もやつが自爆しまわってるんで、まあいい展開なのかどうかは微妙な線ですが、まあそれを思っちゃうわけですよ、まあ、ドスぐらいストリートレースの世界ですからね。よし、無事フィニッシュ。しかしスピルランクかなり下。おう、さーてお待ちかねの証言タイム。さあエレフェちゃん、おじさんと楽しいことしようよ。何逃げてんの？ねえおじさんと楽しいとこに行こうよ、スクラップヤードへ。おい、自滅しちゃった。いや、あれ、ちょっと待って、さっきはテクダン扱いじゃねえの。ここ押し相撲になってるのか。あ、やばい、これわしが捕まってまう。いや、お前さん、そっちちゃいますよ。ロードブロック突っ込むあの市民とかいるじゃないですか。そっち捕まえるんじゃないの。もしかして、オマールさんってエレフェと来るなんですかね。許せる、まあ、しかし、まあ違法で。あっ、トゥブハイハリオったな。日産のくせにトヨタの擁護するとは、なんたらなんたらコンビネーションでしょうか。まあ、しかし、まあ、マップ上から消えてませんからね、望みはあります。だからこそさっさと処刑せねば。すぐ逃げられたじゃね話になりませんから。またロードブロックに、あでも難なく突破しやがったんですね。まあてかあれ、さっきどこに隙があったでしょうか。ロードブロック突き破ったような跡がないですけど、もしかしてあいつテレポートしやがった。よっしゃー、下の処理班、あとはよろしく。いや、お前さん辞めさせられましたけど、まあとりあえずね、私的な経過、私的な舞台を作りましてね、やっぱこんな混沌な世界だからこそね、下処理班の一つや二つは持った方がいいんじゃないかなと。おっとっとこー、まあお前さんはマリいないことですし、まあ、ここら辺でエンジン切っても大丈夫と思うんですけどね。しかし線路の上でカウンタックも、でも待てよ、なんかお前さん近づいてるんですけど、これは危なっかしいよ。あれ、お前さんぶつかってね。まあこれはチャンス、全てはチャンス。先の方で、まあ、砂丘の方に、お馬さんですからね、こういうとこも似合うんじゃないかなと。よし、無事完走しました。ごっく、まあちょっとグダグダやったんで、まあ長くなって当然っちゃ当然ですけどね。さてそろそろ時間なんで、今回ここまでしたいと思います。グダグダ列車が最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回にてお会いしましょう。